僕嫌いなんですね。何言ったね。むずない。結構ね、むずい。いや、もう下手すぎてやばいわ。赤を、あっちに、赤をあっちに。どうもです。どうも、アンソニーです。やっていきましょう。よいしょ。きょっ。どうも、頑張れ、オープンワールド。てってるってってん。さあ、来ましたか。パズルゲーム。来ましたよ。僕嫌いなんですね。言ったね。パズルゲーム苦手です。パズルゲーム苦手男らしいけど、はい、こちらが4月10日リリースって言われてたんですけども、うん、はい、なんとね4月9日のもう11時、夜11時ぐらいにフライングでリリースしてしましたね。はい、まあ、あのこの動画でちょっと実際にね、まあ、知ってる方も多いと思うんですけども、改めてちょっとどんなゲームか実際にプレイして、うん、あとあのスカウトっていうガチャとかもね、はい、あるんでその辺もちょっと引きながらおすすめのね、あのキャラクターとかも紹介して、あと最後にあの対人戦、うんうん、VS モードとかもあったりするんで、その辺もね、あの実際にバトルしていこうかなと思っております。よいしょ。概要欄とかの攻略サイト、うん、あるんでぜひ、ね、そちらも参考にあのしてみてください、はい、これ何、自分クッパ、自分クッパです。ちょっと待って、やばいやばい、ウイルスを全部消そう。さあ始まりますよ。はい、でこれまあ時間制限とかは基本ないので、うん、であのこのねカプセルと同じウイルスの色を、うん、縦横3つ揃えて消していくと。オッケーオッケー。どんどんね、あの今までの従来のやつだと上から下だったのが下から上になってるんで、うん、どんな消し方って感じだけど。え、こうやって繋がっていくんじゃない、これそれだと繋がるよ。あ、そうね、そう、なるほどなるほど。これあれやな、はいはいはい、時間制限ないんだね。時間制限ない。ただあの右上にねカプセル29ってあるじゃないですか。うん、それがどんどん使うとどんどん減ってっちゃうんで、うんうん、その減ってく間に要はステージを全部クリアしよう。なるほど。この場合だったらウイルス残り23体のウイルスを全部倒そうと。なるほど、いうことですよ。ちょっと待って、むずない。結構ね、むずい。いや、もう下手すぎて。むずない。結構ね、むずい。いや、もう下手すぎてやばいわ。な、そこで今、消して、その青あるじゃん、はい。その青を自由に動かせる。この落ちてってるやつ自由に動かせる方。なるほどね。はいはいはい。だから、うまいことそうやってそう動かして、黄色をそう黄色にうまいことつなげてとか。ああ、なるほどなるほど。はい。今、残り13カプセルだから、ウイルス消せば勝ちでしょ、だって。うん。ただ、それだとさ、要は青がもうつながっちゃうから、横にする。そうそう。そう、もう一回、そう、いや、青を横にして、それそれで置いとくっていうことよ。しで、青、青ここでいいっしょ。はい、で、これそのまま下に行かせるのも手だけど、あー、まあいいよ。それ、赤を、あーっちに、赤はあっちに、あー、あ、上乗せなきゃいけないのか。そうそうそう。でもそれ、これでもいいか。乗っければ終わると思いきや、まだいるね。あとウイルス2ついる。いいよ、これで消えるか。これで出てくるかな。 OK、 やべえやべえ。しかしこれはもう罪ですね。カプセル残り2個で赤のやつがもう出てこない。むずいむずい。こうなったら罪です。くそー。そういうことむずい。ということで今ね気になってるところなんですけど、まあ、クッパしかいないのっていうところでキャラね。そう、ガチャがあるんでね、はい、それ引きましょうか。これがねスカウトっていうところですね、うん、でこの辺があのステージ20をクリアするとようやく解放されるんで、あのねリセマランっていうところに関して言うと、うん、ステージ20まで進めなきゃいけないから、うん、結構大変なんでリセマラはあんまり考えない方がいいかなと。まあパズルゲームなんでね、うん、結局はキャラのスキルよりは考える、うん、まあそうね。ただ結構そんな強い、キャラごとに結構ねスキルがバラバラだから、あそのどのキャラを欲しいかとかってところで、ね、おすすめキャラとか一応いるんですか。一応ちょっとあのご説明しようかなと思いますけど、僕個人的なおすすめとしては、うん、今現段階で推したいのは、うん、このキノピコっていうピンク色のいるじゃん、うん、いるね。この子のスキルがウイルスとかその何かしらを雲のなんか雲状態みたいにするんだけど、うん、これ VS モードで使うと、うん、雲状態のやつを消せなくなるからそのまま残って、そっか。で、あの他のその雲だけにしたら、うん、そっから先のドロップが出てこなくなって、うん、もう負けるっていう。負けるんだ。いやだから勝つよこっちが。あー、なるほどね。だからそれ使われたら、スキル使われたら負けってこと？こっちそれ以外もうどうしようもなくなるから雲だけ残って終わりっていう。
えぐ強いじゃん。もうこれ多分 バグかもしれないんで。いやバグかもってかバグでしょ。スキル押したら終わるってどんなゲームよ。えぐない。エグゾディア、エグゾディア。いやこれだからエグゾディアぐらいある今現段階ではね。特殊スキル貯めるだけ。特殊条件余裕でクリアじゃん。そうね。ただこれまだリリース初日の段階なんで。まあそうね。うん。これからそのね環境がどうこう、それによってこのキャラが強いとかもあるかもしれないんで。まあどっちにしろパズルゲーなんでね。うん。ここはもうみんなの腕次第で。そうですね。キャラはまあそこまで差はないように作られてるはずなんで。はい。まああのおすすめのね、キャラクターなんか最新のその最強キャラとか知りたい方はね、ぜひ攻略サイトね。見ていただければと思います、はい、ということで。じゃあとりあえずじゃあ俺はそのバグ狙いでキノピコをちょっと使ってみたいよね。はい、はい、いきます。いきましょう。一回しか引けないのか。そうなんや。イエス。せめてまずドクター。そうまずドクターが欲しい。サポートはいらんよ。終わったやん。サンボか。一番いいって言われてる。嘘つけよお前。サポートキャラの中では本当に。うん。実際どういうこれ 10% の確率で制限時間ステージ。ああでも制限時間ステージは結構ねむずいからいいかもしれない。 VS モードは 4% の確率で攻撃の速度が 20% 速くなる。これクッパに装備したら攻撃速度速くなるから。あだから最強のクッパ出来上がったってことね。そうそうそう。よっしゃ。サンボクッパっていうそういうもうパーティー名が あるぐらい。なるほど、うん、サンボクッパじゃ完成したんだ。サンボクッパで、はい、もう勝ちっす。ちょっとじゃあ梅さん VS モードを皆さんにお手本を見せてほしい、ね、俺ちょっとさっき普通のストーリーで死んじゃったんで、はいはいはい、ちょっともうお恥ずかしくて、で俺がちょっとサンボクッパの実力を、サンボクッパでちょっと敵をボコボコに。 OK。 ちょっとじゃあ最後 VS モードやっておりますお願いします。はい。さあ次は VS モードやっていきたいわけなんですけども、うん、頼むぜ。まだ何ちなみに俺もまだ VS モード1回もやってないから。そういうのじゃなくてサポート仲間。そうですね。サンボクッパ早くして。ちょっとサンボこれ付け加えつけました、うん、これでもう攻撃速度上がるんで。オッケー。理想のクッパが出来上がったわけです。クリボーは何？攻撃受けた時 4% の確率でアタックゲージ満タン。おお強いじゃん。ってことはもう 4% だから。でもスピードってことよね。結局攻撃速度変わんないじゃん。そう3クリ、3クリクッパやば。これが最強編成。最強編成です今のところこれ。マジででもみんな信じないでこれは。俺らのなんか適当さ出てっから今。じゃあ早速やっていきましょう、はい、ターマリオがこれ一番強いものあるから。マジ。はい。ちょっと楽しみ。クソ楽しみじゃないこれね。みんなねやっていきましょう。もうできるんかいって話だけど。スピード大事。スピード大事よめっちゃ。敵もやってきてるでしょこれ。やってきてる。お邪魔とかやっぱ振ってくんの。振ってくるね。お、ガードしたよ。オッケー。はい。このスピードよねやっぱり。すごいね。そういうこと。すごいスピード感。そういうこと。これどんどん消していく。うわ攻撃しちゃおう。 OK。 なるほど。こういうことです。もう終わるじゃん。はいこれで今全部消しましたと。え、もうピンチって言ってる相手。ほんと？うん。ピンチってめっちゃ光ってる相手。すごいねこれ。こういうことよ。このスピード感結局えぐない。こういうこと。キモいキモいキモい。分かった今の。ああで、これここに入れるっていうね。うざ、うるさくなくなった。びっくりした。こういうことで、スキルも使っていく。はい、オッケー。ああるとこにしか発動しないんだ、ランダムって言っても。そう、それがね、じゃあもう最後狙って使えば確定じゃん。そうね。じゃあクッパ最強でいいじゃん。はい、こういうこと。強っ、早っ、即死じゃん。どうした。イエス、ウメッチが勝利。この差をね。はい。まあでも1から25ステージまでみんな普通に自分でやればここなれるってことだから。そういうこと。多分だからある程度やってる人はね当たり前やんって感じかもしれない。今の見てる何も思わない人の方が多分ほとんどなんでしょうね。きっと僕は感動しましたけどね。でしょ、はい、意外と見せれた気はする。僕はねこんな感じ。そんなこと言わない方がいい。あ、そうね。恥ずかしくない。全然です。両目つぶってたあんな感じって感じですね。はい。いや素晴らしい。はい。こんな感じでね、まあ、VS モードもあると。こっちがメインでしょ。まあそうね。結構ね、これおもろいね。これ白熱する感じ。対人はやっぱ素晴らしいとこがありますね、うん、ゲームにも。ですね。とって。はい。はい、というわけで、はい、ドクターマリオワールドでございました。概要欄の方にダウンロードリンク貼っておくんで、ぜひそちらから、興味ある方はダウンロードしてみてください。はい、それから攻略記事の方も合わせてチェックしてください。はい、というわけで他にもいろんなゲーム情報を載せておりますので、チャンネル登録、高評価、それからコメントの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まっ